ハステンベックを見下ろす、石鹸高地の記念碑と戦場の一部の風景。ハステンベックの戦いは7年戦争中の1757年7月26日、同訓連合で結ばれた、ブラウンシュバイクリューネブルク、イギリス及びその同盟国の連合軍と、フランス軍との間に正規した戦闘である。百五十七年五月、フランスの宮廷は十万五千の兵力をもって、 プロイセンとその同盟国に対する攻勢を開始する準備があることを宣告する。同月末、ニーダーライン地方に展開していたその軍はオーストリアからの増援により11万5千名を要していた。そして6月初頭にライン川を越えるとプロイセンの西方領土を占領する。7月20日、フランス軍はビーレフェルトを攻略した。プロイセンはフランス軍に対し 5000名の兵を召集することしかできなかった。そのため主な負担はプロイセンの同盟国、とりわけハノーファー選定公領と他のプロテスタント諸公が追うことになる。他国からの派遣部隊から構成された監視軍は重砲22門を伴う4万7000名を要していた。その総司令官はカンバーランド公ウィリアム・オーガスタスである。公は ブラウンシュバイクリューネブルク港でもあるイギリス国王、ジョージ2世の子則であった。その主な目的は、ハノーファー選定工領をフランス軍による占領から守ることにあった。しかし、その努力にもかかわらずエストレコを率いるフランス軍は1757年7月16日、ベーザーガーヌとかに成功する。フランス軍を再びベーザーガーヌ向こうへ追いやるため、 カンバーランド港は1757年7月26日に地勢をよく知らなかったもののハステンベックで戦いに臨む。彼はその軍をアフェルデからハステンベックを経由し、オーベンスベルクまで石鹸高地の西側で 6km にわたって展開した。指揮下の部隊を起伏に飛んだ土地に巧みに配置することで兵力途方の著しい数的劣勢を補おうとしたのである。 住民が退去したハステンウェックの村は、戦場の中央、連合軍の前方およそ300メートルにあり、それによって、壊滅に瀕していた。1757年7月26日の朝は、双方の部隊による砲戦と共に訪れた。フランス軍のシェベール中将は、連合軍に気づかれることなく、前夜に兵を率いて、フォーレムベルクから、石鹸高地に接近していた。 戦いが始まると、彼はそこから大砲18門を持って、連合軍の両兵3個中隊が守っていた、オーベンスベルクの高地に迫り、その陣地を奪う。連合軍の後方に構えつつ、フランス軍はその上から砲撃を加えた。ほどなく、ブライデンバッハ大佐とダフヘンハウゼン大佐の部隊を持って、連合軍は、オーベンスベルクを奪還し、残されていた大砲で、 フランス軍の陣地を砲撃する。昼頃、エストレ公爵元水は、戦場からオーベンスベルクの奪還を見て取ると指揮下の部隊に戦闘の中断を命じた。その少し後、カンバーランド公も各部隊に退却を命じる。これらの命令は、戦闘が頂点に達した時、双方が迅速な撤退をもって、自軍を全滅から救うため発せられたものであった。 エストレ港は冷静にもカンバーランド港も退却を開始したことに気づいた後、撤退の中止を命じる。そして念のため追撃を加えなかった。これによって監視軍は戦いに敗れた。フランス軍では2300名が戦死し、連合軍の損害は1400名に上る。この敗戦の影響は後半に及んだ。カンバーランド港は、 監視軍をアラー側の後方に下げ、それによってハーメルン要塞を明け渡した。彼は同志の微弱な英寿連隊へフランス軍に降伏するよう命じ、それは1757年7月30日に実現する。フランス側の司令官エストレ公爵元水はその軍と共に戦場の北方にやえしていた。彼自身はベルサイユの宮廷における陰謀によって戦いの8日後、 解任されている。続いて、新しい司令官、リシュリューコウ、ルイ・アルマン・デュープレシに引きられたフランス軍は、ブラウンシュバイク・リューネブルク選定高領と、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル高領の大部分を占領した。結局、プロイセンからの派遣軍に託された監視軍は、下での一体に追い込まれ、ハンブルクやブレーメンからの補給を断たれる。その後、デンマークが、 中立宣言を通じて、カンバーランド港とリシュリュー港の交渉を仲介した。1757年9月8日と10日、チェーフェン修道院において、いわゆるクローステルチェーフェン協定が調印される。ハノーファー選定工領の軍がシュターデの一帯に止まる。一方、フランスは、ハノーファーを占領し、他のドイツ諸公の軍は解散することとされた。この協定をもって、マクデブルクやベルリンへ至る途上、 フランス軍に立ちはだかる軍は存在しなくなった。しかし、リシュ流行はひとまず、ハルバーシュタットへ進軍するに止めた。本格的な遠征は1758年に実施することになっていたのである。この戦いにまつわる出来事や、その結果は1889年、ビルヘルム・ラーベンの小説、ハステンベックの題材となった。ハステンベックを見下ろす戦場の中央、 シュミーデ・デブリンクには、戦いの150周年にあたる1907年、マイゴイ氏の記念碑が建てられた。そこには、こう刻まれている。ここで、フランス軍と1757年7月26日、ハノーハー軍、ブラウン・シュバイク軍、ヘッセン軍とビュッケブルク軍が戦った。戦没者の名誉のため、戦いから150周年の記念日に混流さる。 ハステンベックの破壊された家屋は再建され、その名残を1758年の妻針に残された、碑文に留めている。ありがとうございます。